はい、おはようございます。ハサン二郎です。今日はね、ハサン二郎のスペシャルクッキングパフパフということでね、なんかクッキング動画をお願いしますっていうコメントが多数寄せられてましてね、それはやらなあかんないことで、ハサン二郎特選スペシャルクッキングスタートということで、ちょっと手始めにご紹介したいと思います。ご紹介したいと思います。朝ですね、今は、朝食です。ブレックファーストということで、まずは食材のご案内からです。ではいきます。3、2、1、9、じゃん、こんなん出ました、こんなん出ましたみたいなこんなんおっさんやりますみたいな、おっさん、おっさん、おっさんとぼけてますね、ほんまに。これが昔で言うケロッグね、ちょっとええやつです。コーンフロスティーね、これ朝はもうこれですね。牛乳がまたこれ凝っとるんですね。特濃、濃いんですね、特濃牛乳。はい、これはゆとり、じゃあニトリのお茶碗ですね。じゃあおもむろにいきますね。これをおもむろに切ります。こんな、そうですね、3ヶ月に1遍ぐらい食べますね、コーン、ケロッグ。たまにね、ほんまたまに食べたくなるんですね。これの入れんの難しいですね。これ加減が難しいですね。おもむろに入れますね。はい、あとこれ牛乳ですね。特濃、普通の牛乳ちゃいますね、特濃です、特濃牛乳。これを開けて、これの入れ加減が難しいんですね。この牛乳加減が難しい。これがなかなかの腕前でないとできないですね。こんな感じですかね、ジャストですね。はい、では実食いただきます。以上です。失礼します。
大体食べ終わりましたね。けどまだ牛乳がめちゃくちゃあるんですよね。これを牛乳はやっぱちょっと苦手ですかね。けどうまいっす。たまに食べると美味しいね。だいぶと牛乳入っとんねこれ。牛乳はええんやろうけど、これが栄養バランスは書いとるけど、砂糖で多分怒られるやろうね。砂糖取りすぎやる。なんせか量をあんま食べたらあかんね。糖尿病も。糖尿三次郎の糖尿病クッキング、糖尿食クッキングとかいいかもしれんね。お前全然考えてへんやん。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ということで、はい、どうも。またまたの、くだらん動画で、ほんまに申し訳ないですけど、ちょっとね、レベル上げて、まあ無理ですけど、まあこんな調子でやってきますんで、以上。またよろしければ見てやってください。いつもほんまにいつもほんまにありがとうございます。大きに感謝してます。失礼します。以上、総代。失礼します。チャンネル登録お願いします。